やっべーの来たー。はい、ということでリンリンハローパラレール、どうもリントです。マジか、来ちまったか。いや、来るとは思ったんだけどね。はい、珍しくちょっと録画動画です。はい、テンションも爆上げになっちゃったんで、これは録画しておかないとなと思って。はい、いや、てかやばくない？ちょっと頭おかしいよ。はい、見ていきましょう。これは通りすがりの仮面ライダー、世界の破壊者だということで、はい、今日、12月2日放送の仮面ライダー10何話か忘れちゃった。もう片方で開いてるんだ。13話、ゴーストハンター、2018ということで、2018にね、角谷司ですよ、仮面ライダーディケイドが出てきて、いやー、ほんと、やばい。やばやばなんだよな。いやー、ほんとに、すっごい好きだったからこそ、めっちゃやばい。そう、あらすじがね、ゲイツが戻ってきて、総合、っていう感じなんだけどね。外務編から続きゴースト編になってっていう形で、いやー、タケルもね、出てきてくれたし、西目くんね、西目くんも出てくれたし、しかもあのディケイド役の井上くんも出てくれたっていう状態、いやー、最高だね。でね、ディケイドが戻ってきたと思った。これはちょうど隠れちゃってるんだけどね、ベルトがドーンということで、マゼンタカラーになって戻ってきましたということで、はい、変身ベルトデラックスネオディケイドライバーということで、マゼンタね。で、ここが前シルバーだった気がするんだけど、そこが、黒になったのかな。だから黒と ピンク、ピンクじゃないね、マゼンタだね。はい、課金ドライバーね。うん。いやー、やばいね。いやー、しかもね、一番好きな主人公ライダーの中では一番好きなライダーだし、ちょうどめっちゃ見てたのが、ディケイドはめっちゃ見てたの、本当に。いやー、その状況ね、これですよ。はい、進化して帰ってきましたよ。いつかね、私のコレクション動画みたいな形で、ちょっとリントのお宝っていうのをやっていこうと思ってるんですけど、そこでも、この、ディケイドの、CSM、コンプリートセレクションモディフィケーションの方ね、紹介できたらなと思うんだけど、今回はデラックス仕様だね。ベルトのここの部分が完全にデラックス仕様だから。はい、でカードを取って、まあここは変わらないよね。ただすごいのがさ、仮面ライダーダブルだよ。ダブル、これ仮面ライダーダブル、仮面ライダーダブルって言うのよ。そう、平成2期系ライダーにも変身ができると。で、元々のカードもついてるっぽいね。平成1期の、クーガのファイナルアタックライドとか、ファイナルフォームライドとかもねついてるみたい。収録カード、仮面ライドカードが20枚。あ、しかもちゃんと、あれだね、ガンバライドっぽくじゃなくて、デラックスと同じ仕様の、デラックスじゃない、CSM と同じような仕様の、ステータスとか、入ってないタイプにちゃんとなってるね。しかも、ほら、表記も英語表記になってる。ってことは、多分、クーガからディケイドまでもそんな感じになってるのかな。やばいね。やばやばでしょ、これ。てか、平成2期ってか、ジオーあるんだよ。ジオウに仮面ライドするの？やばくない？するのかな。そしてファイナルアタックライドも20枚と、まあ、20周年だからね、20枚のカードがあると。いや、このロゴがさ、ロゴだけで全部あるのやばくない？これやばいやばい。ダブル、オーツ、フォース、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイト、ビルド、ジオウでしょ。で、その上、画像はないけど、クーガ、アギト、リュウキ、ファイス、ブレッド、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバー、ディケイドって感じで、ディケイドもあるわけでしょ。やばい、やばいな、やばいな。あ、でも、ファイナルフォームライド系は10枚か。もともと、てか、ディケイドのファイナルフォームライドあるのね、映画に出てきたやつね。大きくなるやつね。仮面ライダー J にくっついて、大きい仮面ライダーディケイドになるやつね。ほぉ。いや、これ懐かしいな。もう一回、久しぶりに見ようかな、ディケイド。いや、いいね。クーガ、アギト、リュウキ、ファイス。クーガが、クーガゴーラム、アギト、トルネーダ、リュウキドラグレッタでしょ？で、ファイズブラスターだっけ？ファイズブラスターだっけ？名前忘れちゃった。ブレイド、ブレードだったかな？ブレイド、ブレード？
響きあかねたかとか響きたかとかだったよね。で、兜覚えてないな。兜ゼクタイなんだ。あれなんだっけ、兜なんちゃら。キバアロー。桃太郎スイマージンでしょ。ゼクターカブとか、ゼクターカブってなんかここに書いてる気がする。そして、ディケイドライバーね。おー、やばいね。で、値段が9180円。ということで、これは予約しますよ。はい。ちょっと他の画像を見て。てか、このマゼンタカラーでさ、こういう感じになってるのさ、司が持ってる、二眼レフっていうのかな、あれ。カメラみたいな色しててすごいね。あー、やばい、いいね。いや、良きですわ、これは。これはやばい。デラックス仕様とはいえ、めっちゃかっこいいじゃん、これ。いやー、やばいね。やばいもん出たわ。いやー、まあ、先週ね、来るとは思ってたけども、本当に来たよ。9180円ということで、ポチります。はい。これ、後ほどね、ポチっときまーす。受注開始が今日で、予約受付が2019年の1月8日まで、発送が3月と、第2次発送とかになったりするかもしれないんで、本当に欲しいなと思った人は、早いタイミングで買うことをお勧めします。はい。で、今日のちょっと振り返りですけど、タケルがね、なんか先輩ライダー感が出たね、今回。今までちょっとこう出てきても、ちょっと後輩感とかが抜けきれなかったんだけど、なんか先輩ライダーっていうところを今回はちょっと出てたなって思いました。エグゼイドに出てきた時とか、ビルドに出てきた時とかも、ちょっと、ビルドに出たっけ？ビルドには出てきてないか。うん、なんか、ちょっと先輩ライダー感がね、やっぱり、タケル可愛い顔してるからね。いやー。で、それでですよ。これでいて、これですよ、次。第14話、ゴーゴーゴースト2015。いや、びっくりしたのはさ、あ、ここには映ってないのか。誠兄ちゃん、出るんですね。しかも、司めっちゃかっこよくなってんだよな。いやー。これはやばいわ。これはやばい。やばいやばい。やばいしか言えてないけど。いやー、今回ね、私はよく言ってるんですけど、東映さんは、東映さん、そしてプレミアムバンダイさんは、私をこう、殴り殺しに来てるんでね。サプライズしすぎなんだよ。私死んじゃうって。死んじゃうって。いやー、てかやっぱかっこいいね。ここがすごいんだよね。クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、プレイド、ヒビキ、カブト、テンオウ、キバ、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、そしてビルドっていう形で映ってて、ジオ以外は映ってるんだね。ジオとあとディケイドはここに映るかなって感じだけどね。いやー、ちょっと到着が楽しみですね。はい、ということで今回は、ネオディケイドライバーがね、受注開始になったよということで、興奮した状態で動画を撮ってみました。はい、ちょっとこんな感じで仮面ライダーの動画も少しずつ上げたいな。そう、こんな感じで興奮してるんで、興奮度合いが伝わればいいな。はい、ということで、今回はネオディケイドライバーをポチりました動画と、カメラでジオーの13話、13できないかな、13話の、感想、ね、というかね、私の興奮してる、カメラライダーの動画でした。ということで、以上、リンリンハローパラレルの、リンリンパラレルのリンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。